どうも、あいちです。今回はですね、今、受験生の方で、受験勉強をしていてね、こう、まあ、勉強してる時もそうだし、まあ、テストの結果とか、模試の結果が返ってきた時とかが、まあ、思いやすいことなんですけど、受かるのかなっていう。本当に私とか、本当に俺受かるのかな、ダメなんじゃないかなっていうのが、どっかにずっと不安はあると思うんですよ。多少なりともね、あると思うんですけど、それが、ちょっと大きくなってしまって不安がね。で、それに結構心が侵食されてしまうと、勉強してても常にそればっかり考えちゃって、こう勉強してるけどね、頑張ってるけど、やっても意味ないんじゃないかなとか、どうせ受かんないし、どうせ成績上がんないんじゃないかなみたいなのがちょっと最近思いとして強い方なんかにちょっと聞いてほしいなと思う動画なんですけど、まあ、そんな悩みが今ちょっと多くてね、話していくんですが、まずですね、まあ、どうしたらいいですかっていうのもそうなんですけど、私受かりますかねみたいな、まあ、相談も結構あるわけですよ。で、これはまあいつも言ってるように、まあ、わかりませんよっていうことしか言えないです。受験に絶対はないですし、まあ、もちろん制度として、ね、単眼だったりとかさ、だったりすると受かるっていうのはあるでしょうけど、まあ、基本的に絶対はないわけですよ。A 判定取れてたって落ちることもあるし、D 判定で受かることもあるわけですよ。そこはね。そう。で、まあ、それはまず大前提にはなってしまうんですけど、やっぱりメールを見ててすごく感じることは、成績が下がった時、やっぱ頑張ったんだけど、その頑張ったものが成果として出なかった時っていうのはやっぱり精神的ダメージを食らいやすいんですね。特に夏休みが終わった後なので、今10月に撮ってるんですけど、夏休みが終わった後になると、夏休み通して、まあもちろん、ね、頑張ったって度合いはさ、それぞれ個々によって違いますけど、でも、それなりに、まあサボった時もあったけど、でも頑張ったと、ある程度ね、自分の中では頑張ったんだよ。で、それが過ぎて、まあ9月も過ぎて10月になってて、で、この時期に、まあ、それなりにさ、いろいろこう、犠牲して頑張ってきたのに、成績下がりましたみたいな。上がりませんでしたみたいな。で、もっと言うと、夏休み前より下がったとかね。そういうのが来るとさ、もうそこまでの努力全部が無駄だったように感じてしまうんですよ。そう。まあ、それは思うよね。それは成績。待って、テストってやっぱりさ、得点が全てになりやすいじゃないですか。過程とかどうでもいいんですよ。特に、みんな、勉強してるみんなからすると。過程頑張ってきたから得点取れなくてもいいや、とは思わないでしょ、なかなか。頑張ってきたから、不合格でも全然 OK とか思えないじゃないですか。合格してなんぼって、成績上がってなんぼみたいな感じでやっぱ思いますよね。で周りはさ、そんなこと励ますけど、家庭がとか言うけど。でも本人はそうじゃないからさ。で、ただ、この時期ですごーくね、言いたいことは、テスト下がりました。ね、模試の点数下がりました。学校の定期テスト下がりましたとかいろいろあると思うんですけど、いや、それ本番じゃないから。まだ。いい？今は練習試合なんだよ。もしもテスト。もちろん学校の定期テスト、その内申書、通知書に関わるから、ね、本番に関わってくるかもしんないけど、いやいや、今回の定期テスト失敗したからって不合格決定じゃないでしょっていう。そこはね、大事にして。うん。練習試合で負けて悔しがるのは大事だよ。大事だけど、悔しがって、その先の諦めに行っちゃダメだって。それはもったいない。諦めてしまったら今までの努力が本当に無駄になっちゃう。本当の意味で無駄になる。いいかい？テストっていうのは、まあ、いつも言いますけど、その3年間、中学3年間分から出てくるわけ。まあ、まだこの時期だとさ、勉強しないとこは出てこないかもしれないけど、まあ、ほぼ3年間出てくると。で、3年間、例えば数学だったら3年間勉強した内容の全部からちょっとずつ出てくるわけじゃないんですよ。もちろん、比例反比例が出ない時のテストもあれば、その図形問題、空間図形が出ない時もあるわけですよ。まあ、2次関数とかさ、証明とかはもう定番だから、毎回出るみたいなのもあるけど、出てこない時もあるでしょ。で、じゃあ、前回のテスト、良かったテストね。良かったテストは、それはみんな、そのね、君自身が、あなた自身が、今まで勉強して固めたとこがいっぱい出てる可能性がある。で、今回テスト下がりましたと。そのね、前回良かったテストから下がったテストまでに勉強はしてきましたと。でも、全部完璧にはなってないでしょ？完璧なんてほぼないんだから。500点満点の時に500点テスト取れて、毎回500点でしたって人が430点に下がったら、それはちょっとやべえと思う。確かに。どうしたってなるかもしんない、それは。でもそうじゃないでしょ？うん。完璧じゃない状態で、それでも勉強して完璧に近づけるって言い方もあれだけど、自分の中の力を伸ばしてって。でも、その次受けたテストが、まあ、たまたまって言い方もあれだけどさ、自分があまり固めてなかったりとか、苦手だった分野がいっぱい出たんじゃないのって。ただただ、80点が60点下がった、20点下がっちゃいましたじゃないんだよ。そうじゃないんだって。もちろんそう思う気持ちはわかるけど、そこで凹んで終わってしまったら、無駄じゃん、それは。
と思うの。じゃあ何すればいいかっていうと、まあ、前回80点。80点ってすごいいい得点ですけど、逆に返すと20点間違ってるんですよ、まだ。まだ20点伸ばしの伸びしろがある。今回60点でしたと。ね、下がりました、凹みましたってあるかもしれないけど、40点分の伸びしろがあるの。その間違った40点はどういうミスなのまでちゃんとやんなきゃ。そこまでやって、例えばね、40点のミスの中に15点が本当にもったいないケアレスミスのことだってあります。そう、残りの25点は本当に知らなかったと。そしたら本当に知らなかったその25点分をちゃんと勉強してできるようにすれば、次に、まあ、本番にね、出たら一番ラッキーだけど、どっかで類似問題出た時に伸びる可能性が出てくるわけでしょ？ね。ずっと1年目から言い続けてる。本当ね、もうちょっと耳にタコができて、本当うっさいと思うかもしれないけど、もうね、受験、まあ、受験勉強だけじゃないんだけどさ、できない問題とか、わかんない問題の出会いっていうのは、いい出会いなんだよ。だって自分を成長するアイテムなの。できる問題ばっかり、だって成長しないんだって。まあ、確認にはなるけどさ。できない問題、知らない問題、解き方がわからない問題に出会って、それをできるようにして初めてレベルが上がるんだって。だから、もちろん、へこむ気持ちは何でもいいか、わかる、わかるよ。俺だってへこむから、その状況だったら。でも、へこんで諦めちゃったら無駄なんだって、それが。そうなっちゃったら、なんだろう、後で後悔するよ。きっと頑張れてた子なんかは。あの時、もうちょっと踏ん張ればよかったってきっと思う。だからそうなってほしくないので、まあ、今回テストが悪かったりとか、ね、そういうきっかけで、そのきっかけで、凹んでしまった方なんかは、ぜひ、間違った問題とか、できなかった問題とか、成績悪かったやつをね、見直したりするのすげえ辛いの。だってもう、凹んでるから。でも、そこをぐっとこらえて、良くなかった。でも、ちゃんと分析して向き合わなかったら、自分の成長には繋がんないよね、と思って、ぜひやってください。で、まあ、そういうきっかけじゃなくてもね、普段から漠然とした不安、受かるのかなっていう不安があると思います。で、そういう方にぜひ伝えたいのは、その不安、受かるかな、ダメなんじゃないかなっていう不安を否定しないでください。そう思ってる自分がダメっていう子たまにいるんですけど、不安だって。だって、合格したいんだもん。成績上がりたいって思ってるんだもん。うまくいきたいって思ってることが本当に願ってることだからこそ不安は付きまとうの。だから不安に思っちゃダメだと。そんなことに悩んじゃダメだよ私って思わなくていいの。それは付きまとうよ。終わるまでずっと付きまとうよ絶対に。うん。だからそれを認めてあげな。その不安に関してはいいんだってそう思ってても。いいんだけど、でも勉強するしかないって。一個ずつ努力するしかないの。なんか暗記パンみたいな食べてたらすげえレベル上がるとかできないからうちらには。一問一問解いていくことしかできないので、まあ、一歩一歩ね、着実に成長してって、それで受験の合格率を上げて、で、受験が終わって、まあ、一番はね、合格発表を見て、嬉し涙を流してもらえたらなと思いますので、まあ、悩みとうまく付き合いながら、やっていってもらえたらと思います。